和光チャンネルの生田です。鈴木です。今日ですね、よくこれもお問い合わせをいただくシリーズなんですけども、ちょっと後ろの、イージーオープンですねの、開け方がよくわからないと。足でやってるけども、反応がないので壊れてるんじゃないかっていうご質問をよくいただくんですが、実はこうコツというかやり方があるので、それのちょっとご説明をさせていただくのと、あとただ普通にねやり方をご紹介してもつまらないので、ちょっと今日はゲーム形式で、黒ひげ危機一発じゃないですけども、ちょっとうちの和光支店のスタッフを交えてですね、皆さん一発でできるかどうかちょっとヒヤヒヤもんですけども、ゲーム感覚でご紹介していきたいなと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ実際にやってみたいと思います。で、条件としましては、まず車のエンジン切れていることで、鍵を、手元に持っていただいて、ポケットなりカバンなり、近くに身についている状態でやってください。で、ちょうど多分ナンバープレートの真下あたりにセンサーが2本入ってます。でその2本のセンサーを、足が、2本こうまたぐというか、かかることによって、開けることができるという仕組みになってますので、なので、簡単に言うと足をまっすぐ奥まで入れて抜いていただくと一番開きやすいかなというところです。蹴るイメージですかね。そうですね、足をちょっとこう伸ばして入れてシュッと抜く感じですね。なのでこれを早すぎたりとか、例えばちょっと位置がずれてるとか、あと横も開かなくはないんですけど、やっぱりちょっと確率低い感じがあるので、まっすぐ真ん中のところを奥にまっすぐやっていただくのが一番確率は高いかなっていうところですね。じゃあちょっとやってみます。で、ます、はい、じゃあ鍵持ってますね。今鍵持ってます。はい、鍵持ってます。ポケットに入れときます。で、やってみます。ここちょうどこのあたりですね、ナンバーの下のところに足を入れてスッと引くと反応が、これですね。これで開きます。これがイージーオープンです。慣れるとすごい便利なので、両手荷物持ってる状態でやっていただいたりが一番いいかなというところ。で、追加の機能ですが、2020年のモデルから本来だとここにもう一つボタンがあって、オレンジに光るボタンがそうあったんですけど、これ何かというと押していただいて離れると閉まってくれる、勝手に閉まってくれる機能なので、大きい荷物持ってる状態で閉めるのなかなか大変なので、先に押しといていただいて荷物持って離れると閉まるっていう便利な機能ついてたんですけど、ボタンなくなっちゃいました。で、代わりに足をもう一回同じような動作していただくと音がピッピ鳴り始める。聞こえますかね、ピッピと。離れると閉まるような、こういう感じになりましたので、基本動作というか、はい、なりますので、これを、この後ちょっとゲーム感覚でやってみたいなと思いますので。そうですね、売ってる人間としてはちょっと、そうですね、ちょっと負けられないのでプロ根性というか、そう、皆さんにお見せしたいなと思いますので、はい、じゃあこれからちょっとスタートします。じゃあ行きます。はい、ではまず私から、ちゃんと鍵も持ってますんで、鍵はポケットに入れて、設定はちょっと今日ゴルフをやってきたと、スコアだいぶ良かったんで気持ちよく帰ろうかなみたいな。じゃ行きます。セーフ。はい、じゃあ2番手は鈴木が行きます。一応ドイツメーカーフォルクスワーゲン3社目なんで、ちょっと自信はあるんですけどね。行きます。はい、あれ、子供がね、
て下ろすというシチュエーションですね。はい、もうすぐ10時だからね。開いた小さいお子さんとかいらっしゃる方もいると思いますし、後ろから荷物を出し入れするときに、まあ、例えばですけど、これがパワーテールゲートが下がってきたらどうするか、ちょっと体を張ってですね、皆さんにお伝えしたいと思いますので、ちょっとやってみます。はい、こんな感じですね。当たるとその場でちゃんと止まってくれますので、万が一、まあ、お子さんもそうですけど、何かここで遊んでいて後ろが下がってきてぶつかっても安心ですので、というような形で、きちんと止まってくれるんですけど、一つだけ注意点ありまして、ここの端の方はセンサーがついてないんで、ちょっと両サイド端の部分でこういう風な形になっている時は気をつけてくださいので、その点だけご注意いただければと思います。はいはい、ということでゲーム形式でやってみましたけど、そうですね、意外と大体成功してしまったっていう感じですね。はい、まあいいことなんですけどね。そうですね、うん、ただ最初の頃と比べて、多分まあ個人的な意見ですけど、だいぶセンサーの反応も良くなったなと思うんで。そうですね、うん、今の2020年モデルだとあまりこう開かなかったっていうことはほとんどないのかなと思います。うん、そうですね、本当に昔は全然多分5回やって1回開くかみたいな感じとか、で、まあ、他の結構メーカーもこれ付き始めの頃はもう全然反応しなくて使えないねなんて話ありましたけど、ね、まあ、かなり現実的に使えるレベルにやっとなってきたかなというところなので、まあ、ぜひ便利な機能なので皆さん使っていただければ、ね、はい、いいかなと思います。はい、以上です。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。